ドントブレスと全く逆の息をしろっていう、まあ、そういったセリフが張本人から出るっていうことで、物語上続いてるんだけど完全に別の映画ですよっていうことをまあ示唆してるところもあって、娘を育てるっていう、まあ、彼の悲願であり、まあ、彼が今までやってきたことへの懺悔みたいなものがまあこの映画一本の中で描かれていて、はい、状態です。今日も新作映画のレビューをしていきます。今日はドントブレイズ2です。ロド・サヤガス監督の映画で、制作にサム・ライミが入ってるっていうやつですね。で、主演がスティーブン・ラングというあの前作からま引き継いでっていう、ロド・サナガスっていう監督はですね、あの資料の腹渡ですね、あれをやっててですね、で、まあ、僕はこのドント・ブレイズ一回見たなと思ってたんですよ。まあ、それでアマゾンプライムで100円であったんで、まあ、それもう一回見ようかなと思って見たんですけど、なんかと勘違いしてて見たような気になってたけど見てなかったということで、まあ、今回初めてワンツー見たんですけど、資料の腹渡って、まあ、僕の中ではすごいこのジャケ映画っていうか絵作りとしてすごい好きな映画の一つであるんですよね。全てのグロ描写がなかったらこの映画本当にめちゃくちゃいい映画だなって思ってる映画なんですけど、光がすごい美しいんですよね、その資料の腹渡っていう映画は。まあ、それをちょっと引き継いでるところあるんだけど、グロ描写も弱くなってて、なおかつ美しい描写っていうのも弱くなってるっていう、まあ、その代わりそのサスペンス要素っていうか、そのハラハラ要素っていうのをめちゃくちゃ入れてるっていうのがまあドントブレイズで、ジャンル映画としてすごい見やすくて万人受けバッチリな映画なんだなっていうのを、まあ、すごい感じてたんですけど、その主演のスティーブン・ラングっていう盲目のおじいちゃんがいるんですけど、まあ、退役軍人でイラク戦争で目を失明して、まあ、それでずっと年金もらって生活してて、めっちゃ金持ってるからそいつの家に行って強盗しようっていうのが、まあ、ワンの話で、でそのワンっていうのは、まあ、3人強盗に入るんですけど、素人なんですね。金がないからとにかくやろうっていう、まあ、その程度のやつらだったんですけど、この2に関しては、まあ、また強盗が入るんですけど、元軍人なんですよね。不名誉な戦争の中でその不名誉な、まあ、除隊を受けたっていう、まあ、問題児みたいな、まあ、やつらなんだろうなっていう、まあ、そいつらが今回こう襲ってくるっていう、まあ、そんな話なんですけど、スティーブン・ラングのその盲目なおじいちゃん名前ないんですけど、まあ、その彼が主人公になるんですよね。ワンの映画の中の悪役が今度、まあ、主人公になるっていうことで、ワンでこいつやべえじゃんってなってたやつが主人公になるっていうことで、襲ってくるやつらも悪いっていうことで、じゃあ誰に感情移入してこの映画を見ればいいのかっていうと、この映画の中でまあその新しく女の子が出てくるんですね。女の子の視点でまあ見ていくっていうのが、まあこの映画の正しい見方なのかなと思います。1と2一応物語上つながってはいるけど、完全にジャンルが違う映画になってるので、1見てなくてもこの2っていうのは多分見れると思うんですよね。ただその盲目の老人に対するその視点、その見方っていうのが全然違うんですよね。1で彼は結構えぐいことをするんですけど、だけどそのえぐいことっていうのは2ではやらないので、根っこにあるものっていうものが見えないので、その1を見てない人が2見てもその本当に普通におじいちゃんを応援してしまうんじゃないかっていう、1見てる人と2だけ見る人でその完全に印象は全然違うものになると思うんですね。なので、まあ、今回この、タイトルって Don't Breathe 2なんですけど、クワイエットプレイスみたいな感じで2じゃなくてその破れた沈黙みたいな感じで別の副題つけとけばよかったんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ってはいますね。もう一個タイトルで言うと、放題がドントブレイズで現代の方がドントブレスなんですよね。息を止めろとか息を殺せとかそういう意味になってくるんですよね。だからその、まあ、盲目の老人が敵にいて、まあ、その老人目見えないんだけど目の前にいるから音を消さないといけないっていう、まあ、そういった状況を表してドントブレスっていう意味で、なんでドントブレイズになったかっていうと、主人公の女性がその盲目の老人からどえらい目に遭わされるっていう、まあ、それの、まあ、ドントプリーズやめてっていうタイトルになったんだろうなっていうのを思うんですよね。ドントプリーズっていうその映画の中のよりハイライトに、まあ、フォーカスを当ててタイトルを変えたんだろうなっていう、まあ、感じなんですけど、1見てなくても2見れるっていうことなんですけど、まあ、今回のこのドントプリーズ2ですね、まあ、ドントプリーズ2っていうことなんですけど、まあ、映画の中で明確に息をしろっていう盲目の老人がその育ててる女の子に対して、まあ、そういったことを言うセリフがあるので、そのドントブレスと全く逆の息をしろっていう、まあ、そういったセリフがその張本人から出るっていうことで、物語上続いてるんだけど完全に別の映画ですよっていうことをまあその示唆してるところもあって、1から見てる人はちゃんとその2っていうか1のその悪役っていうのが裁かれてない2っていうことなんで、まあ、その彼が最後どうなるのかっていう、そのまあ1見て最後モヤモヤした人も、まあ、それで解消できるかなっていう一人の人間の決着として、すごいラストは良かったかなと思います。ということで、まあ、ちょっとここからラストとかも踏み込んでいった話をしていくので、まあ、ネタバレありで話をしていきます。まあ、
今回この2を見て思ったのは、全体的に1の、まあ、オマージュとかも結構ちょこちょこ入ってきたりっていうところがあるんですけど、よりこの盲目の老人のその人生のまあ因果応報とまあ懺悔っていうものになってるのかなっていう、そこはすごいこう感じたんですよね。1ではその盲目の老人が主人公の女性をあの引きずり倒してるところで始まっていくんだけど、それと同じような感じでまあフェニックスが歩いていって倒れるっていう、まあそういった始まりになってて、その1と2の始まり方が一緒だっていうところ、まあそういったところもあったり、天井側のガラスになってるところ、あそこに落ちて徐々にひびが入っていって落ちるぞ落ちないのかみたいな、あそことか、他にもやっぱ犬ですよね。前作のあの襲いかかってきた犬、あれめちゃくちゃ怖かったんですけど、であれがあの今回の序盤で殺されてしまう、まあ、敵側の方の犬が襲ってくるっていう、前作では襲わせてたんだけど今回はそれは犬に襲われるっていう、まあ、その対比にもなっているし、まあ、因果応報っていう意味ではあの老人はその犬にだけはすごい優しかったんですね。家族としてちゃんと扱っていたからこそ、その別の犬が襲ってくるんだけど、だけどその犬はちゃんとその懐いてくれるっていうところも、まあ、襲ってくる人間とか女性に対してはあのえげつないことをやってきたかもしれないけど、だけどペットの犬に対してはそうではなかったっていうこと、自分に味方してくれるっていう、まあそういったところにもあのなってくるのかなと思ったり、女の子のフェニックスなんですけど、そのフェニックスはようやくその自分の本当の母親がいるんだっていうことに気づいたんだけど、だけどその母親がマジでヤバいやつだったっていう、まあ、生みの親も育ての親もどっちもヤバいやつだったっていうのがまあフェニックスのまあ立場で、でそのフェニックスがまあ最後は最初はその半分誘拐されたみたいな感じだったんだけど、まあだけど今回はその彼女がその明確に母親と縁を切るっていう、その両親はあの最後あの下に落ちていって、でその2人の絵面なんですけど、あれがあの老人とフェニックスっていうあの2人のまあそのコンビっていうか、その親子、あの2人の結束によってまあこの2人が最終的にまあ死ぬっていう、あの絵面ってすごいんですけど、そしてまあ最終的にあの老人が死ぬっていう、後ろからあのすごい光が差し込んでるっていう、あの城の腹渡から続くあの美しいシーンっていう、あのティム・バートンのスウィーニー・トッド そのラストに近いというか凄惨なシーンなんだけど、それまでの映画のシーンでもう慣らされちゃってるから、結構どえらいシーンなんだけど、もう慣れちゃってるから美しいって思えてしまうようなその、まあ、ラストカットって、あそこはすごい良かったなと思います、ね、でまあその生みの親もその老人も死んでしまって、でそのフェニックスは一人だけその、まあ、あの養護施設に行くっていう、もともとの名前がタラだったんだけど、まあ、彼女はその、まあ、老人からもらったフェニックスっていう名前を、まあ、受け継ぐんだけど、その老人のその後の結末っていう意味があるからこそ、娘を育てるっていう、まあ、彼の悲願であり、まあ、彼が今までやってきたことへの、まあ、その、まあ、懺悔みたいなものが、まあ、この映画一本の中で描かれていて、で、まあ、その最後老人が死んで、まあ、その肺の中から生まれた、まあ、フェニックスみたいな、多分そこどうかけてるのかかけてないのかは分かんないんですけど、まあ、最後フェニックスっていう名前を言うっていう、で、まあ、エンドロール後のあれなんですけど、まあ、正直僕はもう あれはもうインセプションのラストだと思ってるんですよね。思わせぶりなことをしてるんだけど、別にあの意味はないよっていうか、最後指が動いたのか動いてないのかみたいな感じになってるんだけど、まあ、僕はあの完全にもう2で終わっていいんじゃないかなって、まあ、1でその娘っていう存在を取り戻したいっていう欲があって、で2ではあの、まあ、別の形でその娘を育てるっていうこと、そしてまあ彼女を独り立ちじゃないけど、まあ、世に放つことはできたわけで、娘をもう一度手に入れて育てるっていうことが彼にあの彼の内面で何を求めてるのか分かんなかったけど、だけど人間が子供を育てるっていうことの役割としてはあの完全に全うしたんじゃないかなと思うので、彼の命を使ってやるべきことはやったんだなっていう、まあ、そのラストになってたので、ここから先があるのかって言ったら特にないんじゃないかなと思ってるんですね。アクションとして面白いのかって言ったら、あのまあ正直もう今回に関してもあの盲目の老人であるっていうその設定が半分崩れてるというか、本当は目見えてるんじゃないのっていうようなあのアクションとかもまあいくつかあったりとかもしてたんで、僕はもう完全に2であの成仏したなっていうあのところがあるんで、1がめちゃくちゃヒットしたから、まあ、2が作られたんだと思うんですけど、あの完全にジャンルは変わったんだけど、だけどストーリーとして、まあ、すごくあのガテンのいくラストになってたんで、ということで Don't Please 2ということで、まあ、こんな感じで今日はすごい良かったかなという感じで終わります。とこんな感じで新作映画を見たらすぐにレビュー動画出すので、チャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。でこの後僕短編映画撮ったんですけど、それの予告編が1分間あるので、お時間ある方は最後まで見ていただければなと思います。で本編なんですけど概要欄にリンク貼ってるので、興味がある方はそちらも見ていただければなと思います。ということで終わります。